世界的に評価が高いロックユニット、ブンブンサテライツのボーカル、川島道行、45が12日に出演した日本テレビ系 NEWS ZERO で余命2年との誤解を与えたとして、11日自身のツイッター上で2年では死にませんと説明した。女優坪井理沙38の夫でもある川島はメガーデビューを果たした。1997年に初めて脳腫瘍が発見され、これまでに4度発症している。番組では医師から余命2年と宣告された後、治療を続けながらもニーアルバムの制作に取り組む姿を特集した。特集ではテロップで余命2年選んだ道はと表示されるなど、死を目前にした印象を与える演出が取られた。しかし実際には川島は臨床実験段階の治療、いわゆる利権を受けることで腫瘍の拡大を防いでいる状態だ。ナレーションではこの部分の説明はあったものの、余命の部分のみ印象付けられた視聴者が少なくなかったようで、川島は確かに当初は2年かそこらの余命であると言われててはないと言われましたが、去年の夏に放射線治療の利権を受けて成果があり、現在は小康状態で定期的な検査をしているところです。つまり2年では死にませんと説明した。文末に記した、まだまだ良い音楽を発信していきますとの言葉通り、ブンブンサテライツは先月にはフルアルバムをリリース、11日には7月に行われる大型野外フェス、フジロックフェスティバルへの出演も発表された。最後まで動画を視聴してくださりありがとうございました。当チャンネルでは今後もあらゆるニュースについて動画を作成していきます。もしよろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。登録は下のチャンネル登録ボタンを押してください。ありがとうございました。